速水もこみちへのオリーブオイル使いすぎ苦情にイタリアンシェフ。本場では普通。ジップではおなじみの速水もこみちの人気料理コーナーもこずキッチン。毎回オリーブオイルを大量に使うもこみち流の斬新な料理が大人気。そんな彼に思わぬクレームが届いたことがネットで話題になったという。朝の情報番組に人気俳優の出ている料理コーナーがある。そこで使われているオリーブオイルの量は料理一品に対して多すぎるのではないか。オリーブオイルは体に良いものであっても使いすぎるとどうなのか。そもそも安価で簡単に手に入るものなのか疑問だ。視聴者の健康や家計などに配慮するべきではないか。ここまで丁寧に書かれれば誰のことを言っているかは一目瞭然。これは BPO にメールや電話などで寄せられた視聴者意見の中からホームページ上に抜粋されたもの。2月には様々な番組について1713件もの意見が寄せられた。都内にあるイタリア料理店のシェフは、本場のイタリアンではあれくらいのオリーブオイルを使うことは全然普通ですよ。むしろ作るものによっては足りないくらいです。と、速水の肩を持つが、ニュースは一人歩きし、広まった。クレームを送りつける視聴者心理は、どんなものなのか。家族問題評論家の池内博美氏に、読み解いてもらった。相手にミスがあると感じ、自分が正しいと持論が、展開できれば、何でもいいのだと思います。速水さんの場合も、健康を盾にとって、揚げ足取りをしているだけなんです。現実に、自分がオリーブオイルを、一本、使うことはないと分かっていても、クレームを言えるチャンスを逃さないんです。今後については、メディアが、行き過ぎたクレームに屈して誤った表現がありました、と謝罪すると、クレーマーにとって、成功体験になります。逆に、正当なクレーム以外が、放置されると分かると、つまらないクレームは、減っていくと思いますね。と見通す。